ないんですよ、 YouTube やることだから今日とりあえず適当に撮ろうかなと思ってダメですよ、コロナ中にマスク取ったら飲んでるじゃんダメですよ、コロナ中はコーヒー飲んだらめっちゃ酔ってるじゃん疲れました、大倉さん。最近もう年なのかね、もう疲れちゃうんだよね、マジで。お母さん多分あれ年は年だと思いますよ、もうやっぱり、はい、だってもう57歳だもん。年ですよね、それは絶対逆に元気な方だと思います確かに体が痛くてしまうメガネそれマストなの、ダメこれこれダメやってますよ。一回配置だけ決めちゃいますよ。はい。鈴井さん真ん中ですか。はい。と泉ちょっと手がやばくない、手がかぶりまくっちゃったね、こうなってない、完全になんかやった方がよくない、隠れてますね、うん、お化けみたいな手まくれば、袖が余りまくってるな、いい写真だけどね、その橋があるところ、黒出してますけどね中村君が肩組むくらいがいい、え、それの方が自然でしょ自然ってなんだってとこだけど、もう食べてなりますね、自然ってなんなのか、誰が肩組んでたらこっちの3人を肩組まないと自然じゃないですよ2人が肩組んでたらなんかカップルとその他みたいになっちゃう、カップルでも肩組まないですけど確かに今の時代でそうね、サングラスしない方が良くない、ビジュアルサングラス取りましょうよ全員、そうね、うん、だってやめない方がいい、今日一番言われてるんで、だってこうなったから足の手がこうしますか、休めのせいぐらいな、だこうしたりとか片方に体重かけたりとかできない、できないです、言われるとなかなかできないですよ、今日打ちたって言ってたこういう感じがいいですか、そうですね、いいですか、で姿勢よく、自然な体重肩をかけて、今これがやってる普通の時の、手突っ込まない方がいいじゃん、高齢の時の休みのサーブやってる、それの自然な感じで、自然に休めですよね、休めじゃなくてもいいけど自然ですか、まあ、よかった、こんなかっこいい写真ないよ肩上がっちゃってるじゃん、何なんだこんなにかっこいい写真ない肩どうやった一回一回手を上げてこうやって戻してそのままの手を取る、そう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 いやそうそうそうじゃないよどうですか？
もう一回、もう一回、もう一回、もっと後ろ、もっと後ろにしてくれ。あ、いいね、いいね。あ、いい、いい、いい、本当ですか。いい、いい、いい、全然いい、全然いい。さっき肩が前に入っちゃってるから。全身は良くないですね。全身はもう、あ、いいいいいい、これ良くないですか。あ、いい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 い、全身がひどい。全身もくださいね、ボロネタに。あとその前に肩上がってるやつ言ってほしいです。ビフォーアフター、これやばいですね。誰かに引っ張られてる後ろから。最後のやつ良かったですね。あと自然な笑顔も出てましたね。ほら肩だよ。あ、肩がおかしいのか、肩の位置が。ありがとうございます。けどここいいね、お手の奥に。ポケットインバージョン。足も使って、足も使って。プレッシャーで撮影か、俺としたら。まだや、たった一回撮ります、一回。破ける。S ですか、それ。意外といいかも。自然ですか。あ、どうぞどうぞ。はい。何ですか。何もできないですよ、面白いこと。密着されちゃって。それか、大の、メルエルの発想がなかったの。